こんにちは、夫婦問題カウンセラーの岡夏子です。ね、この季節になると枯葉がだんだんと散ってきたりとかね、これ秋ですよ。こういう時になるとなんかね、寂しい、誰かといたいっていうところで結婚や再婚が案外増えてくるのがこの時期です。そんな中で今日のテーマは、再婚を成功させるために後悔しない再婚選び。実はね、再婚本は私は過去何冊か書いていて、その中でも再婚の成功術みたいなのをいっぱい書いてるんですよ。最近の本では電子書籍でもアマゾンでも買える、こんな本を出してます。タイトル長いんで、再婚で幸せになった人たちから学ぶ37のことね。こんな本を勉強するのもいいかもしれませんけれど、再婚する限りにおいてはね、前の結婚で失敗したことをちゃんと学習して分析して、そして改善して再婚で大成功みたいにね、しておきたいところです。そこにはね、やっぱりね、落とし穴やまたもう一つ同じようなことが起こっちゃったりとか、ただね、そのまま寂しいからって一緒になっちゃうといいこと何にもないんです。その中ではしっかりと前の離婚から検証して分かったことっていうのを生かして、今度こそもっともっと幸せになるぞっていう意識を持って再婚に突入した方がいいと思います。では本題に入る前に、このチャンネルでは私自身が受けてきた3万6000件の夫婦相談や有名人の夫婦問題から修復や離婚を含め、あなたが幸せになるヒントを発信しています。見逃さないためにもチャンネル登録と通知のベルマークをチーンとお願いいたします。また右下のボタンから保存していただければ、いつでも動画を見ることができますので、ぜひご活用ください。まず一つ目は、好きな人よりも好いてくれる人を選ぶ。どういうことかっていうと、もう好きで好きでこちらからアプローチかけてやっとクロージングしたみたいなね、人は結構うまくいかないことも多いんです。こちらがあまりに好きすぎると相手のテンションが下がってしまったりするので、逆に再婚の場合は相手から好かれて、相手から望まれて結婚した方がトーンが落ち着いてていいかもしれません。やっぱりね、こちらのね、エネルギーが高かったり、ね、感情がもうピークになっていったりすると、どうしても相手が逃げがちだったりするので、まあ、こちらのトーンが落ち着いてる時に相手から望まれてお受けするっていうのが、慎重になって成功につながるような結果が出てます。そういう意味では、自分が好きになって夢中になって大やけどしたりっていう人もいっぱいいるんで、そういうところではちょっとこちらが控えめに慎重に相手の出方を見て、あ、これだけ私のことを思ってくれてるんだ、これだけ大切にしてくれてるんだっていうところをよく見て、そこで信頼できるようになってから決めること、これがとっても大事です。そして2番目、高収入より安定収入。まあね、実は高収入の方がいいんですよ。だけれども、高収入の人っていうのは本当に人が変わったように変わっていく。人間ってね、恐ろしいんですよ。高収入で本当に人柄もいい、全然偉そうにしないっていう方はいいですよ。でもほとんどの人が高収入だと、俺が稼いでるんだと、俺の方がすごいんだっていう風に、どうしてもね、そうやって女性を低く見たり、ね、下に見たりする人が結構いるんです。ですから高収入の人を最初から選ぶよりは、選んだ人を育て上げていくっていう方がまだいいです。だけれども、これって離婚の時にもよくこういう原因があるんですけれど、高収入に育て上げましたね、でも夫の人が変わっちゃいました、そして自分も、私が育ててあげたんだ、私があなたをここまでにしてあげたんだみたいな、そういう恩着せがましさが前に出てうまくいかないってケースもありますから、こういうね、年収の違いっていうのはすごく難しいです。まあ、高収入の人を選ぶのもいいんですけれども、その時には人柄、高収入で人柄のいい人、もしくは苦労して高収入になって人にばらまける人、人によくできる人、稲盛和夫さんが心っていう本で終始一貫言ってること、利他ね、利他っていうのは他人に利益を与える、ね、そういう利他の精神を持ってるような人を選べば OK。 そして
年収の低い人の場合は、ね、年収が低いからって言って生活ができない場じゃなくて、そういう人をバツイチだからこそ、経験豊富だからこそ育てていくっていう気持ちで、私のこの幸せな結婚がしたいなら年収350万円の男を育てなさい、まあ、こういう本を出したことがあるんですけれども、これもそうなんですよ。実は本当に年収の低い人を自分の内助の功で育てていくっていうのはとってもいいことなんで、これは再婚ならではなんです。一度離婚を経験して、ね、苦労をして人間をこう見れるようになったような人が育てていくと案外大成するので、こういう形で年収の低い人を選ぶ場合、高い人を選ぶ場合の注意ポイントがさっきのようにありますので、しっかりと把握してくださいね。そして3つ目、条件は高く、オリンピックで金メダル取るぞぐらいなイメージで言ってください。条件は低くしろっていうのが常設なんですけれども、なぜならば条件を高くするとなかなか出会いがありません。望みを高くすることによって、案外金メダルまで行きつけずに銀だ銅だ入賞だっていう風になるんですけども、それでもいい方ですよ。やっぱり金メダルがね、誰しも取れるとは限ってませんので、望みを高くしてこそ銀が取れる、銅が取れる、入賞ができるってことで、案外いい方と出会えたりしますので、望みは高くしてください。実は望みばっかり高い人がいるんですね。自分のことはどうでもよくて、相手ばっかりかっこいい人、自分は T シャツにね、ジーパンボロボロみたいなね、そんなので相手にはなんかね、高級ブランドのすごいかっこいい人を望んでるみたいな人いるんですけど、やっぱり釣り合いってものがありますから、自分も磨き抜く、何もブランドがいいって言ってるんじゃなくて、相手に釣り合うぐらいに自分もね、成長していくようにしないと、相手のことばっかり高望みしてるとね、相手から嫌われてしまいます。再婚のね、成功術は自分が高望みしてもいいけれども、自分も上げていく、自分も磨いていく、そんな人にはね、素晴らしい再婚がやってきます。うちのあつこブライダルサロン結婚相談所をやってるんですけれども、うちでは相手の条件を下げろとは絶対言いません。下げなくていいから、あなたが上がりなさい、そうするとあなたにふさわしい人が集まってきますみたいな、強く美しくたくましくみたいなね、そういう目標で素敵な女性になることです。そして4つ目、離婚で懲りたからといって違う好みを選ばない。これってどういうことかというと、前は優しい人を選んだから今度は男らしい人を選ぼうとか、そうやって自分の好みと全く真逆を選ぶ人がいるんですよ。何がいけないのかって言ったら、改善がないんです。どういうことかって言ったら、分かりやすい例で言いますと、例えばお寿司が大好きでお寿司屋さんに行っていつも食べてて、一回当たっちゃったと、もうやだやだ、私はもうお寿司は食べない、ね、次はラーメンにしようとかね、次はお肉にしようなんて言っても、お寿司好きだからお寿司が食べたいなになるわけです。でもお寿司に懲りてる、どうしたらいいかって言ったら、当たらない寿司屋を選べばいいんです。私はもう新鮮なものを入れて、ね、ちゃんと衛生管理もしてる、もうすっばらしいお寿司屋さんを選ぶんだ、だって私寿司好きだもんみたいな。これを再婚相手に応用すると、前に優しいと思って選んだけれども、実は浮気者で、優しいのは私だけじゃなくてよその人にも優しかったみたいなことが起きるわけですよ。でもそうじゃなくて、あなたの見る目が甘かったってことなんです。優しい人が好きなのは永遠なんですから、優しい人を選んで、よそに目を向けない人、あなたのことをしっかりと優しく、あなたを大切にしてくれる人、条件を増やしてもいいんです。優しいがメインベースで、優しくて力持ちみたいなねそんな感じで一つずつ増やしていってもいいですよ。さっきね、贅沢言ってもいいって私言ってました。だから優しいだけじゃなくて、今度は優しくて他に目を向けない人とかね、そうやってプラスアルファでちゃんとこうトッピングしていくっていう方が幸せになります。真逆から選ぶとね、だいたいもうその選ぶベースが間違ってきてるから、いい人が見つからない、時間がかかるっていうね、効率が悪いです。ベースは守ってくださいね。一度懲りたからといって真逆のタイプを選ばないでください。これすごく大事なことですよ。そして最後5つ目、浮気、暴力、借金、モラハラ、夫婦問題は岡野敦子に相談。 LINE 限定夫婦危険度チェック配信中。詳しくは概要欄から。パイを広げてください、ね、
私はバツイチだからもう初婚の人とは一緒になれないわとか、私はもう結構年がねいっちゃってるから子供も産めそうもないわとか、だから私は年上を選ぼうとか、同じぐらいの年を選ぼうじゃなく、年上も年下もパイを広げてください。よくいるんですよ、結婚相談所で。条件はっていうとね、いくつからいくつまでっていう風にコンピューターに入れられるんです。だから例えば30から40までっていうと、このここの幅しか見つけられないけど、28歳から45歳までみたいに言うと、ここまでパイが広げられますから、その分探し当てられるっていうことで、自分に自信をねちゃんと持ってパイを広げてください。年下なんてね、宝庫ですよ。結構ね、年下男性っていうのは案外同じ年の女性にわがままだったりなんだりでヘキヘキしてたりするんで、そういう時にね、バツイチの苦労した優しい女性が現れて、そしてゴールインってこともありますので、年下なんかは狙いです。私はね、一度離婚して次に再婚してますけれども、二度とも年下だから、パイを広げるには年下狙いも大いに結構ですから、それがいいかと思います。もう一つ、もしも運命の人が年下だったら恋も人生もうまくいくっていう本も書いてましたね。まあ、ちょっと遥か昔すぎてね、売ってるか売ってないか分かんないんですけれども、まあ中古かなんかで売ってるかもしれないんで、皆さんそんな本も手に入れて、しっかりと年下狙いもありかもしれません。パイを広げてください。後悔しない再婚選びの5つの方法を皆さんに伝授しました。再婚で幸せになってほしいです。昔私がバラエティ番組で監修をした番組があるんですけれども、再婚は最高って言ってね、そういうバラエティ番組もあったぐらい、再婚もすごくね幸せが得られますので、皆さん離婚したからといって一人で頑張んなきゃなんて思ってるんじゃなくて、新しい恋愛、新しい出会いを求めて再婚に頑張ってみてください。あつこブライダルサロンは再婚のお世話もいたしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。また皆さん次の動画でよろしくお願いいたします。